一押し青森うまいもの。イワシの焼き干しで取った美味しい出汁、家庭でも簡単に味わえます。今からこの焼き干しを使ってお料理をしてくれるというお宅へ行きたいと思います。それじゃ行ってみましょうか。楽しみだな。あ、すいません、あのですね、あのこの焼き干しを使って、はい、お料理を作ってほしいんですけど。はい、じゃあ貝焼き味噌酢も作りますか。あ、ありがとうございます。貝焼き味噌のレシピはご覧の通りです。まずは水、焼き干しを入れ温めて出汁を取ります。そしてお味噌を加えてよく溶きます。そこへ具材となるホタテを入れて、煮えたところで溶き卵を流し込みよく混ぜ合わせます。仕上げにお好みでネギをのせれば完成です。どうぞ食べてみてください。はい、これが焼き干しで作った貝焼き味噌ですか。美味しそうですね。あ、これにご飯と味噌汁があればな。はい、わかりました。すいませんね、夕食食べてるみたいで。まずは味噌汁。あ、いい香りですね。出汁が効いてますね。これも焼き干しが入ってるんですよ。やっぱり。それでは貝焼き味噌をご飯にかけて。うん、焼き干しの濃厚な旨みが効いてますね。佐々木さん、ちゃんとお礼を言ってくださいね。最後に美味しい出汁の取り方のご紹介です。焼き干しを一晩水に入れておいた鍋に火をかけて、沸騰したところで焼き干しを取り出すだけで OK です。ぎゅっと旨味の詰まった焼き干し、美味しいものが身近に味わえるなんて幸せですね。本当青森生でよかった。一押し青森うまいもの、来週もお楽しみに。